異世界理論、と言っても、そう考えると問題がなくなる、だけで、実際には存在が、観測されたわけでもないし社会的に認められた、という概念でもない。単にその設定、それで書いた方が大衆から評価の高い作品になるだけだ。彼らの心理に問題、それを起こさないから。インマ地獄では、女性を性的に害することはできない。しかし、それをし得る存在が魔物としていて、それを倒すには、でも性的行為をする必要。理解としてはインマとのそれは G 行為以上のものではない、が。心理的には逆に侵食が大きかったり、それは設定によるが、ともかくいろいろな世界があり、その世界にはその世界なりの脅威があって、介入を、それは待っている。売れる、時とはこういう面倒な話を、理解してるかしてないかはともかく回避する結果。